はい、どうも、ケンティです。はい、どうも、アソリです。やっていきましょう。はい、リリース前の新作ゲームを一足先に遊んでいこうな。今回のゲームは、勝利の女神ニケ。勝利の女神ニケ。はい、レベルインフィニットさんから2022年配信予定のポストアポカリプス SF ガンガール RPG でございます。うん、ラプチャーと呼ばれる機械生命体との戦いに敗れ、地下に追い込まれた人類は勝利をもたらす最後の希望、ニケというヒューマノイドの少女を生み出したと。文明が大敗したポストアポカリプスの世界観で、プレイヤーは銃を持つニケたちの指揮官としてラプチャーたちの戦いに身を投じていくと。いわゆるこの終末ものが好きな方にはね、かなりぴったりの作風となっておりまして、うん、美しい背景やキャラクターグラフィック、爽快なシューティングバトルが特徴となっている本作なんですけども、キャラクターライブ2D ではなくてですね、それを発展させた技術を使用していると。銃を撃つときに放つ火花、振動による体の揺れを全て体験できるということでございます。めちゃくちゃリアルと、はい、いうことですね。今回そんな勝利の女神ニケを特別にデータをお借りして、クローズドベータテストの環境で先行プレイさせていただきます。ありがとうございます。じゃあクローズドベータテストの環境になりますので、リリース版と一部内容が異なる場合がありますので、そちらご了承ください、はい、それでは早速プレイしていきましょう。さあ、というわけで戦闘開始でございます。はい、よ、来い。はい、じゃあね、画面タップしてる間ニケが攻撃を行いますと。はいはいはい、はい、で照準をドラッグして合わせるというね、エイムをしていくという操作が可能となっております。なるほどね。で指離すと遮蔽物に隠れてリロードしてくれる。なるほどなるほど。これちょっとさ、新鮮じゃない？後ろ姿でさ、すごいよこれ。めっちゃ可愛い後ろ姿のさ、この背中の肉付きとかさ、うん、ね、集中できんけどこれすごいよね、細かいよね。はい、バーストモードが発動いたしました。このバーストモードですね、はい、各ニケが所有するバーストスキルを発動できるんですけども、はいはいはい、こんな感じでかわいいカットイン。まず1のスキルが発動しました。次2のスキルを発動できます。うん、はい、2発動しようか。5いけ。この演出もね、いや、いいね。で続いて3のスキルを発動できるようになると。はい、で3で発動して、かっこいい。この3つまで発動するとですね、フルバーストになりまして、うん、ニケたちの攻撃力が大きくアップして全火力に集中できるというモードになります。まあ基本的にこの3までのスキルの発動を目指してどんどん攻撃していくと。でね、あの5体でニケ編成してるんですけども、自由に切り替えて操作ができます。下のニケたちの、ね、ボタンタップしていくと。おお、なるほどなるほど。キャラクターをね、切り替えて。この子がめちゃくちゃエロそうじゃない？うわ、エロ、やばいね、これはえぐいて。すごいお尻をされておりますが。でね、ニケはね、アサルトライフル、ロケットランチャー、スナイパーライフル、ショットガンなどですね、多種多様な武器を所有しておりまして、うん、この子はライフルになってるんですけども、はいはいはい、一番右のキャラクターはですね、スナイパーライフルになっております。でこの子は狙って指を離すと撃つっていう、うん、このチャージショットタイプになっております。であとあのロケットランチャーのキャラクターもいるんですけど、お、強い。ロケットランチャーとスナイパーライフルはドラッグして照準、うん、そして指を離すと射撃というチャージショットが可能になります。なるほどね。そしてですね、敵のラプチャーなんですけども、コアがありまして、あの赤く光ってるところ、黄色く光ってる、青く光ってるところあるね、がコアになるんですけど、ここは弱点になります。あ、これ狙わなきゃいけないんだね。はい、でここは他の部位よりも多くのダメージ与えられますので、はいはい、確かに確かに。硬い敵はもうどんどんコアを狙っていく。はい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 、はい、ちゃんとなんかエイム力とかもやりごたえあるねこれ。すごいよね。なんかちゃんとこれね、画面見てるだけじゃ多分ね、伝わんないと思うんだけど、うん、触ってるとね、かなりね、おお、やばいやばいやばいみたいな。いや、そうそう、ただ合わせてるだけに見えて、うん、すごいゲームやってるっていう感じです。そう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 、ちゃんと隠れてあのリロードしたりとかね、ちゃんとしないといけないので、そこもね、はいはい、かなり重要になります。しかもこの女の子のお尻がね、すごい邪魔してくるから。まあね、でもこの先ほど説明したバーストスキルもですね、オート発動ができたり、あとオートエイムもできたりするので、まあちょっと苦手な方でも手軽に遊べるんじゃないかなと。はい、こんな感じでですね、あの赤く輪っかがついたのが出てきたと思うんですけど、はいはいはい、あれがね、ラプチャーのボスになっております。ラプチャーのリーダー、ターゲットって言われるんですけども、だからこいつを狙う、とにかく。だから他の雑魚敵残っててもこのターゲット倒しちゃえばクリアになるから、うん、この子かわいい。かわいいね。来たぞ、ファイナルバースト。お、いいよいいよいいよ、これいけるいけるいける、削れてる削れてる、よいしょよいしょ、おー、いいね、派手。このクリア演出も超かっこいい、ね、いいね。うん、まあ、こんな感じでかなりね、手応えのあるもうバトルになっておりますと。本作ですね、普通にメインストーリーの他にもですね、コンテンツいろいろありまして、はい、まずアークと呼ばれるものですね、うん、アーク、はい、各セクターに配置されたパズルを解きながらマップ探査を行って報酬を獲得できるというロストセクター。階が上がるごとに敵が強くなるトライブタワーなどですね、キャンペーン以外のコンテンツも用意されて、すごいね、やり込み要素が豊富ってことですね。そうなんですよ、うん、あとクローズベータとの、あの環境なのでまだ開放されてないんですけども、下にアリーナっていうのがあるので、はいはいはい、まあ、もしかしたら PVP 確かにね、
PVP ありそうだね。あるのかなといったところです。倒した数競うとかかな。そうそうかもしれない。なるほどね。面白そうですね。うん、はい、続いて全勝基地と呼ばれるモードになります。はい、はいはい、こんな感じでマップが広がってるんですけども、こちらですね、指揮官とニケたちが生活する空間でございます。おまあ、資源を使用して空きエリアにさまざまな建物を建設できるという、まあ、ストラテジーの要素になっているんですけども、はいはいはい、あのね、事前にね、私がちょっと立てておきましたので、うん、開放していただきたいんですが、おさあリアードを獲得して今建物がねできていると。警察署、そう、警察署とおもちゃ屋さんを作りました。すげえ、まあ、こんな感じで施設をねいろいろ作れるんですけども、真ん中にあるちょっと大きめの建物がですね、うん、コマンドセンターというものでして、はいはいはい、ここはまあ居住施設的なものになるんですけども、うん、メインストーリーの階層などゲームデータの閲覧ができますと。はいはい、なるほど、ジュークボックスとかもありますね。そうそうそう、あとね一回ちょっと画面1個戻ってもらうとですね、はい、このように突発イベントみたいなものが発生しまして、これね、平和な時間、まあ、こんな感じであの各ニケとのエピソードが突発的に出てきたりするので、はいはいはい、こういうのも楽しめると。なるほどなるほど。こちらの派遣掲示板ではですね、ニケを派遣してさまざまな報酬を獲得できるというね、うんうんうん、ものになってまして、まあ、法治的な要素という、いい、ね、便利ですね。そうありまして、もうこちらもさまざまなコンテンツが用意されておりますと、はい、もういろんなモードで遊べちゃいます。いや、チビキャラが可愛いわ。めっちゃ可愛いよね。これもこれで、あ、そうそうそう、あんだけリアルにね作られてる女の子たちが、うん、こういったの部分でも楽しめるっていうのはね、うん、ありがたいですね。これね、ギャップもあってね、可愛いよね、うん。さあ皆様お待ちかね、ガチャ引いてまいりましょう。会員募集ですね、右下の、うん、押していただいて引いちゃいましょう。いきますか、うん、これいいですか。もう30連かな、これ30連引けるか、引けそうだけど ね。うわ、かっこいい、すげえ演出がいいね。ね、ガチャンガチャンと、そして下のやつを上にガチャンと、下のやつ上に、はい、ドッキングした。ドッキングしたね。今紫に光ってたけど、光ったね。それがどうかな。 おー紫がめちゃくちゃ多かったけど、6体だね。SR が紫ね、はい、うん、てかすごいな、キャラクターパーライブ 2D の確かに超えたっていうのが分かるわ、うん、超えてんのよ、ま、オッペイがやべえ、すごいね、スラッシュしてるもんね。そこの中で普通のね、かっこいい、これすごいぞ、クオリティ、これめちゃくちゃ流行りそう、すごいよね、これ絶対流行るわ。ね、本当好きな人好きだよね。ネオンちゃん可愛いね。はい、こんな感じでした。こんな感じでしたね。もう10連いっていいですか？うん。さあ、何色がいいんだろう？あ、紫だ。多分ね、SSR がオレンジ。おお、オレンジ出たよ今。オレンジ？バーンってなったよ。今光った。来てくれ。お、来た。SSR 来たぞ。モブ的なポジションの子はみんな仮面つけられてんだ。そう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 。なるほどね。ちゃんと顔が見えてたりするのはこういうレア度高い。SR 以上ってことね、うん、絶対撮ったら可愛いのにな、撮ってほしいわ。撮ったバージョンも出るんじゃない、ね、来たよ SSR、 カットインがすごい、すげえ、あ、可愛い、プリバティ、これあれだ、さっき使ってた子だ、うんうんうん、あれは SR？ SSR、 あれも SSR？ そうそうそう、なるほど、じゃあ被ったということですか、ね、被っちゃったね。さらっと言われましたけど、ソルジャー FA、 ソルジャー FA、さあ最後の10連できますので、いいね、もう一回やっちゃいましょうか。いいですか、じゃあ、うん、さあこんな感じでガチャ、ちょっとあんまりあんまりでしたけども、かぶっちゃいましたけど SSR 出ましたね、ね、はい、でね、各ミッション補充で獲得できるピースをですね一定以上集めると、まあ、ピースに対応したレアリティの2件をランダムで入手できたりとかしたということなので、うんうんうん、まあこのガチャで引けなくても結構レアリティの高いあの2件は入手しやすいような環境になっております、はいはいはい、いいですね、うん、めっちゃ良心的。さあということでですね、まあ、ニケ育成してまいりましょうか、うんうん、このねニケなんですけども、うん、戦闘では成長しないんですよ、あのレベルが上がらない。あ、そうなんだね。そうなので、レベルアップ素材を使用して、まあ、随時レベルアップをしていく必要がある。はいはいはい、これは長押しでビビビビってできるんです。あ、なるほど、もう引き上げる。おー、すげー、気持ちいいね。はい、わかりました。15まで、あとはまあ限界突破ですね。各2件のピースを使用すると限界突破ができます、うんうん、これはまあ被ればいいってことですね、まあ、ガチャね、まあ、突機能ってやつですね、はいはいはい、あと装備がありまして、うん、各2件のクラスに対応した装備品を装備できると、で、このクラスなんですけど3つありまして、火力型、支援型、防御型っていうのが、この子は支援型、支援型ですね、この子は支援型、はいはい、スキルもすごいね、種類が1キャラごとにいっぱいあって、そうそう、戦闘中に発動したのはバーストスキルって一番下のスキルになりますね、はいはいはい、うん、で他のはあのパッシブ的にこう戦闘中に自動で発動するスキルだったりとか、うんうんうん、この辺把握しながらね、このちゃんと細かく 44.24% とかさ、うん、この辺把握して編成組むのもね、すごい面白そうですね、うん、はい、続いてですね、ニケと面談することができます。面談したりとかプレゼントあげたりとかできるんですね。ほうほうほう、で好感度が上昇するとニケごとのエピソードが解放されると。
お、理想のタイプわかるかしら。すごいな、色気がえぐいね。どうしようかな、好きなの置いていい、これあげますよ。おい、さあ好感度がランク2になりました、はい。まあ、こんな感じでキャラクターエピソードが今解放されました。こういう風に好感度上げることで、まあ、キャラクターごとのエピソードも見れちゃいますので、もう本当にそうね、推しキャラは全部コンプリートしたいね。ね、はい、ということでですね、まあ、マップ攻略していきましょうか。はい、普段マップ画面はですね、キャラクターをドラッグしてマップ移動すると。こうですかね。そうそうそう、なんかこのさ操作感もなかなかなくない？いや、そうね、新しいね、かわいい。で、あのチャプターごとにこのマップが用意されてて、この敵ごとにこの4の1とか4の2になってたりするんですね。うんうんうん、なるほどなるほど、なんかそういう感じも新しいなって。確かにね、うん、新しい。なんかね、あれなのよ、車とかもさ、オブジェクト的に置いてあるけどさ、あれも銃で撃つと壊れたりするんだよ、うん、はいはいはい、細かいよね、マジで。確かにね、すごいな、ちゃんとスキルをね把握して、うん、なんか使いたい敵とかね。そうそう、このね、あの青い髪の子のスキルがめっちゃ強い、うん、これね、これこの子めっちゃ、この子めっちゃ可愛いやん、ね、これ SSR の子でしょ、これ全体枠だよ、すごいな、こいつエグいんだよてかさ、うん、この子の後ろ姿がさ、うん、異常にエロいんだよ、ね、いやすごいよ、だって撃ってる時にさ、もうすごいよ、プルンプルンしてるからね。不思議がね。プルンプルンしてますよ。すごい。てかここに注目したのがすごいわ。ね。他のあのあれだからね、キャラクターとかもさ、うんうん、もういろんななんか揺れ方するんだよ。例えば今スキル発動したキャラクターとかは、はいはい、このスカートがね。そうそう、スカートとこの襟が揺れてたりとか。はい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 。すごい細かいでしょ。後ろ姿ランキングつけていいね。おー、いいね。このいいよ、アニスもいいぞ。この子何？この子ね、ロケットランチャーなのよ。ああ、だからチャージショットだね。離すといいわけね。離すと。ああ、この子もいいね、確かに。そうですね、そっちに目がいって敵に集中して戦ってんだよ。完全人類を救うために戦ってんだから、俺ら。ラピちゃんだっけ、うん、あの子のティーバッグがすごい、すごいよね。もうほぼあなた履いてますっていうテンションだよね。一強じゃん、もう一強かもしれない。我々の中でももうちょっと今ね、俺らの中では来てる、だいぶめっちゃ心掴まれてるから皆さんもね、推しのお尻をね、しっかりと推しお尻をね、推しお尻を決めていただきたい、決めていただきたい。もうすごい楽しいもん、やってて。この子の後ろ姿良くない？いいね。ちょっとあれだな、ちょっと短すぎるな。なんかさ、やっぱさ、デザインされてる方はさ、本当になんか私たちの気持ちをよく分かってるよ。いや本当よ、完全にもうね、掴まれちゃってるから。掴まれちゃってるよ、もうだって見た目だけでもう楽しいもんね、本当に。さあボス来ちゃった。やばい、めっちゃかっこいい、こいつかっこいい。もう映画に出てきそうなクオリティなんだけど、さあこういうタイラント級のラプチャーなんですけども、はいはいはい、V が存在しまして、今グレネードランチャーって表示されてると思うんですけど、はいはいはい、各 V にねダメージを与えると破壊ができますので、ちょっとこの V の破壊を狙っていただきたいなと。なるほど。でまあ当然こういう風に雑魚敵出てきますので、まあ、蹴散らしながら、いやこれきついな、やっていかないといけない。相当難しいんじゃないこのステージ。今この大仏ライフルとかもあるんで、ちょっとそこに照準合わせたりしながら。はいはいはい、あ今1個壊したかな、壊せたね。やばい、めっちゃ強い。いけるか、そうじゃないこれ、いけるね、いったれいったれいったれ、こわこわこわ、いけいけ、よっしゃい。もう雑魚的には見向きもしなかったぜ。いいね、ひたすらボスだけを狙い続けた。倒せた倒せた、いけました。怖っ、相当強かったね。ね、さあボスって書いてありますね。ラスト、さっきの途中の、そう途中の乱入ボスみたいな、うん、 EX ステージって呼ばれるものなんですけど、これはボスということ。正真正銘のボス来たよ。さあ来い。え、なに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 、かっこよ、なんかもう、てかもう敵もマジでかっこいい。確かにね、敵のデザイン、え、聞いてなくね、聞いてんのこれ、聞いてない、聞いてないね、なんで、助けて、どういうことだ。攻撃が効きません隊長。あ、バーストで剥がせるんじゃないこれ。なるほど、今がチャンスってことね。チャンスです、今打ちまくれ。で今ちょっと手前にさ、ラプチャーがバリア張ってるんですけども、こういうバリア張ってるラプチャーはですね、バリアをもう攻撃しまくって剥がすしかないんですよ。おっとけー、あ、本当にアクション要素ですね、こう考えると。すごい一瞬でこのギミックとかも考えなきゃいけないからね、え、やりごたえがすごい。あらら、いけ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 、お、倒せた、倒した。まあ3年かかりましたけどね、3年かかったね、ケンティ隊長が
すごい上手いプレーをぼーっと僕見てたらいつの間にか倒れてましたなんか多分ですけどなんかギミック最後まで分かんなかったね。俺ずっと今見てたんだけど、ね、なんかバーストスキルでそうね多分シールド割ってみたいな感じだったね。とにかくコアを攻撃みたいな。相当、まあ、編成も大事じゃんそうなると、うん、だから本当に家で友達の家で友達が頑張ってクリアしてるの見てるみたいな雰囲気、うん、ね、本当に今そんな感じ一緒に考えてるみたいな、ね、すげえ楽しみ。小学生の頃思い出しましたよ、ね、本当もうこんな感じで楽しめるので、ね、はい、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。ということで勝利の女神2系プレイしました、うん、勝利の女神2系は2022年内にリリース予定とされております。気になった方概要欄から公式サイト公式ツイッターをチェックして続報を楽しみに待ちましょう、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。